ウィスクジャータマ先生やで。この前、地球はわがままやって話をしたけど、今回も相変わらずのわがままっぷりやで。今回は1年かけて公転してるせいで起きる見ていこうか。地球は 23.4 度傾いて太陽の周りを回ってるせいで、頭の北の方が太陽を向いてると北半球に住んでる俺らは夏。お尻の南が太陽を向いてると俺らの住んでる北半球は冬ってなる。せやからここが下視点でここが冬至点。右手でグッドに回ってるからここが春分でこっちが秋分な。やけど天球の考え方やとやっぱ地球は俺傾いてへんもんってなるからこうなって、俺動いてへんもんとかって言うからこんななる。地球が動かずに太陽や星たちがその周りをぐるぐる回るんや。ちなみにこの太陽の通り道のことを黄道言うて、その黄道の周りにある星座がちょうど俺らの誕生日になっている十二星座や。ちなみに玉先生は2月8日なんで水亀な。ほんでこの公転に関してはコペルニクスがピンときて、地球が動いてるぜっていう地動説を唱えてて、この人1500年くらいって、あの信長とかの時代に生まれてこんなん言うてるってすごいよな。てかもしかすると現代の人が過去に行ったんやないかってすら思うわ。髪型とか松田優作だし、松田優作言うたら太陽に吠えろとかのドラマに出てた人やけど、玉先生このドラマって古すぎて見たことないんやけど、多分名前的に天体のドラマやろ。まあとにかくこの人が地球が太陽の周りを1年で1回転してるんやでって言うんやったら、地球が動いてるせいで星が動いてるように見えるんやったな。てなわけで地球が1年で場所を動いてるって言うんやったら、見えてる星の場所も1年で変わるはずやん。やから1年で見える場所がずれてるかどうかっていうのを調べたんや。そやけど時代が信長の時代やったんで、コペルニクスは測りニクスって正確には測れんかって。それもそのはず、この後300年くらい後、ベッセルっていう人が1838年に年収示唆を求めて、ちなみにその示唆 0.74 秒ってすごすぎる。てか角度で秒ってみんな聞いたことあるか？一度でも多分見ててほとんどわからんのに、一度の60分の1を分っつって、そのさらに60分の1が秒やで。しかも1秒より小さい 0.7 ってそんなわからんわボケ。一度の3600分の1より小さいのをさらに見事に100分の1の単位まで正確に調べるって、おしっこちびるで。しかもそれが一番近いキンタウルス星のアルファの星って、あんだけめちゃくちゃ星あって光るだけであれが一番近いとかって、なんでそこまでわかるね。ほんまにもう歴史上の名を残す学者たちってびっくりするぐらい頭いいよな。ほんでも半年も動いた後のズレがそんだけって、やっぱ星って遠いっていうことでもあんね。ちなみに年収示唆が1秒なるくらいの距離を1パーセク言うて、年収示唆の逆数がパーセクなるって公式あるね。ちなみに1パーセクは 3.24 光年で、光年いうのは光の速さで1年進んだ距離っていうのの略な。これはだいたい9兆キロや。やからこいつらもキロに直すと、ほら、もうほんまにわけわからんわ。宇宙は広すぎるからピンとこんので、広すぎる土地を畳何畳言わんと東京ドーム何個分言うみたく置き換えるね。今ではめっちゃ正確に測れるようになって、星も上の方は丸く横に行くほど楕円に動くっていうのも観測できるようになって、地球は自分が動いてるって思ってないから、お前らなんでそんな変な動きしてるんって地球は言うけど、もちろんそれはそう動いてるんやなく、地球が上の星から見たら丸く、斜めの星から見たら楕円に、横の星から見たら横に動いてるように見えるって全部地球のせいやからな。こんなんやって昔は信じられてた空が動いてるっていう天動説は、いやいやお前が動いてるせいやんけって言われることで地動説に変わっていったんや。だるまさんが転んだやってる時に自分が動いたせいで、おお前らみんな動いたわ言うてアウトって言うてたんやけど、周りの奴らがさすがに、いやお前が動いたせいやんけって突っ込みまくって、いややっぱそうかなってなったみたいな。でもそれって結構勉強の世界でも大事なことで、自分が中心やって思ってるといろんなものが見えへんねん。授業がわからん。これはなんや、先生の教え方が悪い。朝ちゃんと起きれんし、なんかサボり癖あるって。親がちゃんと育ててくれへん。勉強わからんで困ってんのに友達とあれも教えてくれへん。ほんまにそうか？天動説みたいに、お前が中心でええんか？逆に向こうからはどういう風に動いてるんか？地動説はその言葉に耳を傾けたから発見されたんや。人は成長していく。成長していくというのは変わっていくということや。いつまでも同じ場所でずっと変わらずいれるっていうことはないんやで。なんか今日はえらく真面目なことを言うわね。ん？まあな、受験生のみんなに言いたい言葉や言うといて、これって実は受験生やった頃の俺に言いたかった言葉やね。あんたがそうだったんかい。